4人です。これは中国の方、外部長内を開きます。去年の世界選手権、この4人は優勝を飾っています。一番小柄な選手が15歳です。高下、今上に乗ります。137センチと小柄、15歳の高下、これも見事。そうですね、これ前方の3回宙返りですか。3回4分の1宙返りですね。3回4分の1、そうですか。素晴らしい技です。高下、張立丹、高陽軍、王明優、なんと言いましてもこの高下15歳の一番小柄な選手が素晴らしい技です。そうですね、場内から拍手が漏れます。これは何するんでしょう。おーっと、この辺りがコミカルなところ。おっ、2人同時に、おー、素晴らしい技、超高級難度の技を見せます。それも失敗ブレが全くありません。もう憎いほどの演技を見せます。憎いほどの演技を見せます。見事な演技でした。中国の男子校です。こうなりますとちょっとスロービデオを見るのが楽しみになってまいりますが、見事な演技になりました。男子の高下張立丹、高陽軍、王明優です。さあスローをご紹介しましょう。さすがに去年の世界選手権のチャンピオンです。これでもかという感じで3回4分の1ですか。はい、そうですね、はい、ダイビングみたいな前方宙返りですね、回り込んでのね。そしてこれは何でしょうか。これ入れ替わるということですね。倒立ですね、高さが4分になりますね。この程度の、これぐらいの技を消化するチームはなかなかいませんがね。そうですね、はい、あ、 9.90 です。これも決まりましたですね。 9.90 という高得点、もうちょっと上げてもいいような感じもしますが、 9.90 という、男子校中国の4人組をご紹介しました。